この姿は。そうか。私が霊気を上り詰めると、この姿となるか。神気が高まっている。なるほど。うん。興味深いな。捧げ物、大義である。おっと。この霊気、抑えておかねば、昔の私がひょっこり顔を出してしまうな。許せ。それと、改めて、ありがとう。君の尽力で、私はさらなる力を得たぞ。もぐもぐもぐ。これはこれでよいな。うん。よいしょっと。君の近くにいると落ち着くな。何？カルデアのマスターとサーバントは距離が近いほどに魔力効率が上がる？ああ、そういえばそんな話だったな。こちらの霊気の私はどうだ？あちらの霊気の私も大概だろうが、こちらはさらにとっつきにくかろう。そんなことはない？気やすいな。本気で言っているのが、なんともまた。人と心を交わすのは、得意ではなかった。血のつながった兄たちとも、父である大君とも、私は。だがな、音立花が、我が妻が、私を変えてくれた。私に、心をくれたのだ。軍を滅ぼし、王を殺し、神を殺す。化け物がごとき私に、音立花は心をくれた。人を慈しみ、善の剣たらんとする心をだ。だからこそ、私は、荒ぶる御霊としてではなく、心を持つ者として、座に刻まれることとなった。私は幸福だ。影法師としてではあれど、限界を果たし、ひとたびは、音立花と再びまみえ。心より、好きだと思える者たちに出会えたのだから。それにな、うまいものもたくさん食えている。行くぞ。もたもたするな。急げ。だが慌てずに、やるべきことをきちんとやるがいい。悪いが、マスターとは呼ばぬ。君であろうと、イオリであろうと。何者かに仕えるつもりはないからな。私に守られるのか、あるいは、共に戦うか。どちらにするかは、君自身が決めるがいい。
息吹のお山の巫女、何するものぞ。この霊気の私であれば、気遅れすることも、な、いい、と、思ったのだが、さすがに、こうも強く抱きしめられると、蛇に睨まれたカエルがごとき心地だぞ。息吹童子、この霊気の私は気遅れせぬ。神剣、いや、星の雫たる会見の主として、汝と同等の、同等、なぜそこで、頑張って、タケル君、と、目を輝かせて応援してくるのだ、息吹童子。坂田金時、真剣の振るい心地、いかがであったかな？そうかそうか。この霊気、魔性や鬼をやや刺激するか。気をつけるとしよう。神気が高まったからこそ、わかることもある。大御神にも匹敵しようという神さえ、幾柱かあるのだな、カルデアは。面白い。米はいいぞ。美味しいからな。ああ、それと、パンというのも、なかなかに良い。善をなし、悪は倒す。それが、英霊として座に刻まれた、私の根本原理だ。けれど、私自身が何かを嫌うことはない。好き、嫌い。私は、私自身のそういった思いに縛られることなく、悪を倒す。聖杯を得たとして、何を願うか？願わない。私に、秘めた願いはもうないんだ。本当に。イベント、ふむ。行くぞ、友をせよ。実のところはな、霊気の再臨で神気が高まることに、やや複雑な思いもあるにはあったのだ。神に近づくことは、人から離れることでもある。だが、君の生誕をことほぐにあたっては、神気はあればあるだけ良いだろう。さあ、覚悟するがいい。我が神気と魂にかけて、最高の一日にしてくれる。